皆さんこんにちは、コアレスモーターの白木です。今日は今までにないちょっと別のお話をしたいと思います。新しいコイルを作りましたという話、前回お話したと思いますが、このコイルはちょっと特殊なコイルでして、非常に硬くできております。そしてパワーも出るコイルができました。それで私は今これから高速に回るコアレスモーターの特徴である、うんと高速に回るモーターを提供していきたいと考えております。皆さんから2万回転、5万回転、12万回転というご要望のあることをいただきましたが、なかなか作れませんでした。それはコアレスであるにもかかわらず、非常に高速に回るとまた別のこのコイルに過滤損というものが起きてきまして、それが問題になるということが分かりました。ですから過滤損の起きないような、まあゼロではありませんけども、非常にできにくい特別な洗剤を考えまして、そしてこのようなコイル体を作ることができました。これで高速、そして高トルクのモーター、高速高トルクのモーターを作っていきたいと思います。これは残念ながら皆さんのご要望にすぐにお答えするように何種類か作ってみたいとも思いますが、あまりにも幅が広いものですから、皆さんのご要望に応じて作っていきたいと思います。それでそのためのご要望を皆さんに書いていただくという用紙を今作っております。それに書いていただければ、すぐに試作実験をして皆さんの手に届けるようなものを、そういうシステムを作りたいと思っております。よろしくお願いいたします。